こういうのし、こういうのも置いとくだけでもうね、これ根っこ生えてきてるわけなんですね。だからノリトってあるじゃないですか。建築、今日本で大払いのノリトとか、建築ビルを建てるときにもうまず神様が自陣されてますね。それでこんな文明国って日本しかないと思うんですね。その先住民族の知恵を持ってる。で、ノリトの中に木のね、ノリトっていうのはこの建物を建てるにあたって土地を乱さないっていうことの誓いと、あと実はあれは土地環境の改善の方法を書いたんですね。で、例えば岩根、木の根っていうその使い方、要するに石が置くと置いてもうこれ動かないですね。で、この段階でもう菌糸が張ってる。で、これはもうこれでそれで上こういうふうに呼吸しだすと表面が削れて石がこう浮き立って、しかもうっすらと苔が乗ってくる。で、これが呼吸してない状態だと白いホコリみたいになるわけです。削れ方が変わって違うんですね。コンクリートのホコリ、あれは呼吸してない状態で、これ設置しててちゃんと根っこが生えてきてるともっと苔が乗ってくる。で、だからこれ置いとくっていうのはこれだけでもいいんですね。で、これが呼吸してない状態を呼吸させるのもやっぱり同じようにここに穴を開けて落ち葉を、落ち葉あるいは炭と燻炭を入れていく。